さてさてさて、ちょっとコンビニで食事も済ましたんで上がってきたいと思います。おー、おお、やべえ、右車線走ったよ。やべえ、もしもしかと、やべえ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 、右車線走ったよ。前のおっさんびっくりしたよな。いや、俺もびっくりしたけど、かなり。まあ、ちょっとぼちぼち行こう。いやー、最高やね、ほんま。なんかこのバイクで飛ばすとちょっと怖いな。でもなんか、おお、いや、涼しいな、風が。気持ちいいわ。なんなんこれ、信号？いやー、さっきやばかったなー。右車線走ったもんな、もう、かい、まいったな。いや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 、気ぃつけてもらわなあかんわ、ほんま。ちょっとしたことでえらいことになるわ。もう、やばいやばい。いやー、前の人びっくりしたやろね。だっていきなりだってもう、何も気にせんともそのまま右車線ビュー走りだからね。いやー、やばいやばい。いやー、すいません。てか長いな、おい。ああ、どういうか、懐かしいな。昔を走ったな。んでも今はどういう行けへんけどね。帰りちょっと降りてみようかな、どういう。懐かしいな。どういうドライブウェイ。今日へ行こうよ、おかくえですね。おお。あ、虫いっぱい飛んでるやんけ、お前も。ちょっともう、水油だけられへん。はい、到着。有馬温泉。ここ分かんの？え、ほら入れんの？ほんまに？侵入禁止やけど。
500円もすんの？いや、毎度毎度、どうもどうも。いやちょっと温泉入ってゆっくりしてきました。はい、ここは北国登別の湯、ババンババンバンバンアビバロンロン、ババンババンバンバンアビバビバン。いやこの線やっぱ気持ちいいですね。ババンババンバンバンアビバロンロン、いい湯だな。いやここもね結構なんか中国人だらけやね、観光客いっぱいで、いや最高やね、紅葉綺麗でしょ。あれさっきの兄ちゃん帰ってきてるやん。とりあえず、まあそういうことで今日は有馬温泉にちょっと温泉浸かりにやってまいりました。はい、中国人いっぱいでさ、ここは南国ベープの湯、ババババババアビバロンロン、ババそしたら、そういうことで今日も最後までご視聴どうもお気に入りでした。有馬温泉からニックチャンネルでした。じゃあね、バイバイ。